東北運輸局のまとめでは、今年1月に県内に宿泊した人の数は日本人が延べ62万4230人、外国人が延べ2万3570人の合わせて64万7800人でした。前の年の1月に比べて3.7%増加していて、コロナ禍が落ち着き観光需要が回復傾向にあることが増加の要因とみられます。 しかし全国平均では三十八点九パーセント増加しており、宮城は伸び悩んでいます。コロナ禍前の二千十九年一月と比べてみても、全国平均のマイナス七点五パーセントに比べ、宮城はマイナス十二点四パーセントと回復が遅れています。この回復の遅れは東北全体の傾向として見られ、東北運輸局は東北は帰省や出張といった 観光目的以外の宿泊者の割合が比較的多くそこが伸び悩んでいることが要因ではないかと分析しています。